YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV でございます。本日紹介する車はこちら。A to Z さんのキャブコン、アルファタイプ2光という車になります。乗車定員が6名、就寝定員が2名の車になります。こちらが外観になります。スタイリッシュなデザインで、高さを抑え、重心を低くすることで、走行安定性を大きく向上させました。ベース車は日産の NV200。 この NV200 でキャブコンを作っているのはおそらくこの A to Z さんのアルファだけになります。こちらの車はフロントエンジンとなっており、フロントエンジンだからこその静粛性、安全性の高さ、さらに室内は運転席から車両後部に移れるウォークスルーという作りになっています。ちなみに全長は4980と5メーターを切るサイズになっています。こちらはバンク部分になります。人が寝ることはできませんが、大きな収納スペースとして使うことができます。室内の高さを出すのにも一役買っています。こちらがタイヤ周りになります。気になる人もいるかと思って、今回は撮影してみました。こちらの窓はアクリル製となっております。優れた断熱性と結露が出にくいのが特徴です。続いて車両後部を見ていきましょう。こちらの扉は室内の収納スペースとつながっています。バーベキュー道具などアウトドアで使うグッズをこちらから収納すると便利です。そして車両後部はこんな感じになってます。こちらは上部になります。バックモニターのカメラが標準装備されております。車両後部の窓ももちろんアクリル製。外部電源のコードは車両左側につけることができます。室内へは車の左側、車両後部のエントランスから入っていきます。では室内お邪魔します。エントランスすぐのところにあるのが収納です。シューズボックスとして使ってもいいでしょうし、その他汚れ物などはエントランスの近くに置いておけば車内を汚すことなく収納することができます。その反対にあるのがシューズボックス。就寝定員以上の靴が入る大きな作りになっています。シューズボックスの上は作業用スペースとして確保されています。 DVD レコーダーなどを持ってくれば、ご飯を食べながらゆったりと映画を見ることだってできちゃいます。アルファの室内はインテリアコーディネーターの方が担当されています。名前にある光とは、木々の間から差し込む光が本来の自分を取り戻すというコンセプトがあるそうです。
こちらが車両の一番後部になります。リアに配置されたシンク、右側のスペースは調理台として使うこともできますし、外部電源をつなげば携帯を置くこともできます。またこちらのシャワーヘッドを伸ばすことができますので、窓の外まで伸ばせば外で手を洗ったり足を洗ったりすることができます。シンクの下にあるのが給排水のタンク、各10リッターとなっております。後部のエントランス近くにありますので、重たい水の出し入れも楽な配置になっています。シンクの上部には収納棚がついています。手拭き用の小さいタオルを入れてもいいでしょうし、カセットコンロなどを入れてもいいと思います。その隣にあるのがスイッチ類になります。ボタン一つで室内の電気などをつけたり消したりすることができます。車の両サイドには大きな収納がしっかりとついているので、長期旅でも安心して荷物を運ぶことができます。続いてこちらがマルチスペース。車両後部を向けばシンクの左側、エントランスから入っていくと正面に当たります。先ほど車の外観から見た時に室内の収納スペースとつながっている扉があったと思います。それがこちらのスペース。床はフローリングよりも汚れに強い作りとなっているので、アウトドア用品などもここに収納することができます。マルチスペースの隣にあるのが冷蔵庫です。49リッターの大容量となっています。冷蔵庫の上部は電子レンジがしまえる収納がついています。奥にはコンセントもついています。ちなみに電子レンジはオプションとなります。一方冷蔵庫の下は収納となっております。冷蔵庫にしまわなくていい缶詰などはこちらにしまうといいと思います。続いてこちらがダイネットになります。ロングベンチシート2台でレイアウトされたダイネット、大人数でものんびりできるダイネットとなっています。こちらのテーブルはひねるだけで簡単に取り外すことができます。ひねるだけで脱着するならテーブルの安定性に不安があると思われた方、実はこの銀の棒と接合部の黒い部分が逆方向に回転し、ロックを強固にしてくれています。就寝時はこちらのテーブルを外し、横乗りシートの背もたれを真ん中に敷くとフルフラットのベッドを作ることができます。その大きさなんと 1220×1830、 大人2人がゆったりと眠れるサイズになっています。続いてこちらがバンク部分になります。大きな収納スペースとなっております。では最後に運転席部分見ていきましょう。動画の最初の方でお伝えした通り、こちらウォークスルー仕様となっておりますので、わざわざ車外に出なくても運転席まで行くこともできます。ということで本日もご視聴ありがとうございました。
画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。